ブン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 なんすか、ディーズの終わったんやろ。終わってたんだ。ディーズの終わったんやろ。はい、俺まだエンジンかからんから口でエンジンをやらさせてもらったんやろ。これは知ってるよ、これずーっとさ、はい、俺がカスタムしてる時ちょこ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 映ってるパステルちゃん知ってた？なんとなく知ってた。なんとなくあるなーと思ってたんです。ああ、実は、はい、これ、はい、杉本くんにさ、はい、ピンクのパステルあげてやんか。はいはいはい、はい、はい、いきます。いやいやいや、勢いすごいな。よし、じゃあこれあなたのもこのパステルは、これ実は折れるやろ、これ。あ、これもそう、そうなんすね。この赤パステル、俺らのパステルやろ、サタパステルやろ、これ。っていうのも、なんでこうずっと置きっぱなししてたかっていうと、パステルにジョグを合体させてパッチューっていうのがあんのよ。パステル自体は遅いから、これにあのペリカンジョグ、あれのエンジンを乗せ替えて、同じヤマハ同士 でパッチョグっていうのが流行ったの。それを俺は作ろうと思ってずっと置かさせてもらってたので、そしてジョグのエンジンを今乗せ替えようんやけど、パーツが足らんわけ。いろいろまあ配線だったりとかだとか、いろんなパーツが足りんわけ。だからもう部品取りで1台ちょっとジョグを仕入れよう思うと。あ、いや俺実は持ってるやん。でもあれはもうあのまま乗りたいから、あれから部品を移植したくはないんですよ、はいはいはい、だからちょっと部品取り用の安くペリカンジョグを仕入れに行きたいなと思って、今日も呼び出したい。だから横にのその限定の仕入れに行くところの場所があるらしいんだよ。今日は仕入れ。おでっかい声で、でっかい声で今日は仕入れ。あ、ということでもうこっち来てくれたらもうみんなスタンバイしてるから、はい、了解するわ。あら、ここに、ちょ、さっさ、はい、そんなに高速移動は。いや、お前さ、お前ロケの日にツーブー出してくんなよ。こいつマジで撮ってるからツーブー出て、俺と同じ病気になるよって、こいつ撮ってるから。俺もさ、今までなんでツーブーじゃねえのか不思議だった。朝こんなびっくりできたから。向こうで大ちゃんもなんか早くて、大ちゃんいつもおるねって書かれてるけど、はい、あの言うとくよ、大ちゃん車運転してくれてんの、はい、宇野がでかいからね、本当は2ケツ目くらいいい話。そう、いい話なんやけど、お前がでかいからやな。そやろ、大体そのためにわざわざハイエース出させてくれてんのよ。大体飲食店やってるから、今自粛やってるから、お前あのずっと店開いてないから暇してんのよ。だからいつもおんねん。そうです、大変だな。そうやろ、これやばいの来てるからね。もうぶっ込めるタックでいうところの、はい、竹前が乗ったバイクやの。GSX400FS、 これはもうマジで今ないバイク。言ったら国内生産しかやってないから、これ日本の宝やな、これマジで。もう見てみ、この純正、これノーマルやからね、これ不良なホイールやわ、これもう見てみ、ノーマルのマフラーやからけど、はい、インパルスってここにエンブレム入ってるの、マフラーにエンブレムが入ってるバイクなんてないからね。吉村さんとこの鈴木が共同開発をして作ったらしいの、このマフラー。横人の情報やけどね。だからこんな面白いデザインになってんのよ、これ。やっぱりすごい。インパルスは元からノーマルからこれセパレートハンドルやの、これ。やばない、これハンドル。セパハン。セパレートやから離れてるハンドルをセパレートハンドル。だからもうこれ、6ヶ月すぐ絞れるよって。おぉ、知ってるね。横にはこれを今仕入れてきて、これもう売るんすかって言ったら、いや、売らないって言って、また。また。バイク違うねん、ただの趣味かよ。趣味か。いや、売ってよって、横にはいつ。もう早速このビートアルフィンカバーとかもうすぐ仕入れよって、何これ。これもないのよ、このもうビートのこのアルフィンカバーって鉄のな、これはもうすっごい希少価値のあるもの。もうとりあえずもうすぐエンジンかかるようにしてるから、もうこの人はかれてる、大好きだ、かれてる。やっぱ調子いいじゃん、これ。結構インパルスって勘違いする人多いんやけど、90年代ぐらいにこれの言ったらフォアがスーパーフォアになったみたいに、インパルスもインパルスって出たのよ、青白の鈴木が出したのよ。でそのインパルスと勘違いしてる人がおるんやけど、これはそれの前のインパルスやから、旧車やな、これ。旧車のインパルス。いや、もうマジでないけん、これもうお宝や、これ。ちょうど欲しいもんね、これマジで。あれ狙って、売らない。でも乗らさせてもらう。あ、で絞ってコールする。おやべえ。これシートもかっこいいな、これ GSX、 これインパルスのシート、これがこれシートなんやけど、てみこの
このあんこ抜き、これノーマルやからね。もう純粋なあんこ抜いてるよ。もう俺の一生竹丸さんと乗ってたお前、そんなもんお前。佐田さんも、うん、竹丸のことはもうさん付けなんですね。竹丸さんよ、竹丸さんに俺憧れて俺の髪型したんやから。あ、それでもぶっこまれたくのあれ、あれを持ってってこれにしてくださいって言われてみたいな。そうなんですね。今日も作るの作らないのねえ聞いてるよ、どっちなの。スルスルスタイルスケタサータビルダーズラージサーバー。こんな後部座席でもうバッコも倒すぞよ、これもでかいから横に見てみる、もう膝こんなんや。いや怖いな、サングラスしてるやん。わあ、長物強しやね。これが国会議事堂にいいですか、ションベン引っ掛けてーやろ。ごめんなさい、なんすかその歌。知らん、なんか長物言ってそうやろ。国会議事堂にションベン引っ掛けて横にいの、これ電気自動車だから静かなんだ。なんだから静かなんだ。いやいや、ちょっと待って、どういうつもりですか。知ってんのぞお前は、これ通風。いや、ちょっと危ない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 。おい、おとなしいやん大ちゃんが。大ちゃん最近 YouTube これ見よって、みんなのテンポが早すぎてもうついていかれへん。すごいテンポ早すぎて、みんなおもろすぎて、みんなおもろすぎてもうついていかれへんって。でも昔は大ちゃん結構もうテンポ早かったんやけど、もう年取ってきてテンポ遅なってきてるの。ああ、めちゃくちゃ昔はずーっと喋ってマジ結構病気やないかな、この人。おもんないボケどうだよってずっと突っ込んで、なさないってずっと言ってたけど、最近ボケになった、離婚してからボケになった。あれ結婚した時はまずボケよったけど、離婚してからボケになった。モテようとしよんのよね、やっぱこの最近。そのわかります、横に新しい嫁さん探ししてるから、あんまりあんなボケてたら彼女もできんやろな思って、ちょっとなんか大人のみたいな感じやってんのやけど。最近なんか大ちゃんもさ、ちょいちょいこういう子が好きとか言う時あるもんね。あ、そう。なんでやっぱそんな。ちょっと。YouTube で募集しようよ。大ちゃんのお嫁さん探しな。探してくれんの？もしかしたら来るかもしれんや、その。まあね。うん。コメントしてもらえますか？うん、まあでもコメントされてもさ、はい、会いに行きようがないやん。だから、俺のインスタグラムに DM で写真付きで、おいい、ね、大ちゃんのお嫁さん希望ですっていう方、招待状送ってよ。まあ、コーストラインでもいいよ。いいよ。コーストラインに、あ、コーストラインに封筒でさ、写真同封の上、履歴書みたいな感じでさ、昔のジャンプロードのみたいに、彼氏募集みたいなあったやん、彼女募集とか。あったね。あったあった。あったじゃないですか。個人情報を晒しましたもんね。住所と電話番号。コーストラインに送ってるだけだよ。はい。大ちゃん、お嫁さん募集っていうの。年齢は縛りあるんすか？大人やったら。大人やったら、うん、大ちゃん今40何本？45やろ？50まで OK？ 50まで OK？ うん、OK。このチャンネル男しか見てないですよ、だって。いや、お前スケベなおばさんも見てくれてるやろ。スケベなおばさん見てるのかな。でもスケベなおばさん限定で募集してみる。あ、いいね。大ちゃんのお嫁さん、スケベなおばさん、いつも飯食い行くときに網タイツとか履いてる。そうそうそう。で、そこで言うのよ、大ちゃんに。いや、お前の嫁スケベやな。なんか大ちゃんとバイバイしたの、横にとラーメン食いながら、今日なんか誘ってましたよね、あの格好とか言って。知らん知らん見てたもん。あれ、横にも多分好きっすよ、とか言って。35から80まで。あ、35はスケベ。一番スケベやな、35ぐらいは。酸いも甘いも知った人。あー、スケベな35、どっかなんか落ちてないかな。話変わってきちゃってる。スケベな35。違う、その関係申し訳なかった。なんか話聞きたい、うん、面白い。どういう人生を送ってきたとか、なんかいい風に言ってますけど、スケベ丸出しですよ。あとね、5分弱で着きますんで。もう着くよ。社長さんが迎えに来てくれて、自ら。嬉しいな。あ、おい、なんやこれ、うるさいな、これ。同じような音出てますけどね。俺の音は俺の音、はい、あいつの音はうるさい音。あ、全然違うんだ。全然違うよ。ゲンチャリ何台ぐらいあるんですか？俺が行った時はね、5、60台ある。やばない？すごい。社長がめちゃくちゃ安いから、
から、うん、濡れるスピードも速いの。いくらぐらいで売ってるんですか。俺ね、うん、何でも1万円って言われて限定で。どういうことですか。2台買うから1台5000円でって言った、うん、3台買っても3000円でいいからって言われて、ですか、1000円マイナスやん。なんで1台で買ったら1万円なのに3台買ったら9000円なんだ。もう3000円でもいいから持ってってよってことや。でもそれちゃんと別に整備したら動くんですもんね。動く。だって社長が最初にエンジンが動くかどうかの確認してる場合も結構多くて、うん、これはかかりましたとか。めちゃくちゃ良心的なお店やね。社長いた。あ、社長。あら、社長。そのまま。そのままこういう合流して、すごい、なんか、はい、出会い系みたいなね。やったことないけど降りて挨拶もせずになんか、なんかそのままなんかみたいな、こう大人のっすね、なんかね確かに顔ちっちゃかったの、社長こんなおにぎりしかないおにぎりくらいしかない、デカめのおにぎりやるどういうとこにあるんですか。全然じゃあその大通りに面したっていうお店じゃないちょっとやっぱ細道ですね、なんかね。あ、なんか山に入っていく感じですか。滝やぶ、景色変わってきた。こんな奥にあるんですか。そうなんだよ、思ったのと違うな。なんかだいぶ怪しいな、これ横にその俺にその原チャリを仕入れに行くって言って俺と大ちゃんと宇野のこと殺そうとしてるこれちょっと俺たちのこと埋めようとしてるよ。ちょっと待って、ああ俺たちのこと埋めようとしてる、この子。ちょっとやめて。ねえ、うわ怖い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 。これ折れんだもん、これ。マジで。いや俺の方が折れたって。いや俺の方が折れた、お前折れた。うわ、何ここ、やばいって。下りを生贄出すんでやめてください。下人を代わりに生贄出すんで、横になんじゃこの道、下人。おーおい、なんだよこれ。うわー、これこう言うたよ。昭和からタイムスリップしてきた人やな。社長さんよ、お名前を聞いていいですか。熊沢と申します。熊沢さん、熊沢社長や、お前見てみろ、お前昭和やからジーパンこれインするタイプの社長さんタイプやから、これ。うわ、何、怖い怖いって社長。マスクしたの俺。おい。じゃあ中どうぞ。あ、すみません。この社長社長は社長室なんですか。せっかく来てもらって申し訳ないんですけど、緊急事態で仕入れをストップしてるんです。いや、全然台数少ないんですけど、十分台数ありますよ。リードこの辺このリード、うわ、いや、アクティブ。いや、これマジでお宝っすね。すごいところだよ。確かに昔のチャックこんな入りましたから、これがつけたんですね。かかんの、あれ、おかしい、かかる場合、鍵付きで置いてるやん。あ、鍵付いてた、いかれてるやん、これマジで。これなんやこれ、なんすかそれ。タクトだよ、昔の初期型タクト。クレタクの前やね。そう、ずっと前。めちゃめちゃ改造してんの。これお前買えよ、これ。ちょっと待って。え、怖いっすよ、これ。お前、社長さんの前でちょっとこれ怖いですよとかもう言うな、失礼やろ。すいません、すいません。まあ、怖いよね。いや、社長はよかった、助かった。え、なんだ、春多いな。これが全部パルなんですね。おい、イブとかランとかさ、え、イブあるやん。うわ、夏。どれがイブですか。こんなのこれイブや。これがラン。懐かしい。バラとかないですか。バラあった。お前、マジか、バラあるやんか。バラちょっと欲しいな。それ売れちゃってんだよ。あ、バラ売れちゃってんの。鈴木のバラなんかもう本当に名車も名車よ、お前。可愛くないこの中1っすよね、この形。このラインほっせーほっせーね。でもシートがさ、ここ出るけど可愛いやん。あ、バランスね。あ、シートにも刻印されてるんですか。すごい。ここはやっぱ楽しい。なんか秘密基地やな。やばい、やばいよ。今ペリカンとか置いてないですか。
食はないか。まあ、しゃあないよな。またコロナ明けに大量に入ってくるって社長言ってた。大量に入ってくるの。前だって来た時にもうここブワー全部だったもん。うわあ、これ社長のコレクション？いや、売り物ですよ。ファイヤールこれやっぱ手ついてますよこれ。ファイヤール。分かんないことだらけそれちょっと。お宝だらけやな。これも20万。やばいっすよね。チャンバーがね、水流用の電気のバッグ買いたってるんで。スワップだ。欲しいな DJ は。DJ はレアだというの。これ D ダッシュ。年代が合わないよな。これいつの年代ですか。これが最後の90年代突入前だもんね。ネットインが流行ってる時代に、ネットが入らないレース用の過激なスクーター。これかっこいいですね。ホイールもね、アルミに変えた。シビックスのテールですもんね。テールランプね。D ダッシュめっちゃかっこいい。いや、これかっこいいな。これかっこいいっすか、新生は。しかもさ、これ、デュアルライトね。やばいっすね。デュアルライト。いや、2個、弾がついてる、2個。すぐ乗る。これエンジン何？スーパーデュアルエンジン。おお、じゃあ早いね。スーパーデュアルエンジン積んでんの。だからほら、クレタクとさ、あ、一緒だ。同系だから。高いっすか、こっちは。こっちはまだ何もやってない。それに乗ってる。アクセル全開でキック。え？魔法のなんかやってる？分かんない。何でいける？これはパーツクリーナー。あ、パーツクリーナーでね。かかりかけましたよね。かかりかけた。いや、千人や。いや、ちょっと待って。師匠。ああ、こんなとこにも。社長じゃない、師匠。師匠。一瞬だ、見た今の。ワンワン、ワンって。もう一回、ちょっと見せて。早い師匠師匠わかりましたよ師匠すごいの見れました。アクセルって聞いたすごいよ、やばいっすねやべえ形もかっこいいよこれ。このためはレア、なかなかない。あれ？なんだよこれ、これ6台目。いらないでしょ。社長これいくらですかこれ？これ安くないよ。人形だったら、あんだったらだ。いやそれはちょっといいな。あっちも5000円とかだもん。全然。5000円とか。はい。社長も絶対一元さんには売らないから、ご検討案件しといて、次はまた定期に入ってくるから、この時見に来るから。次じゃあ系統はできて、じゃあ置いといてもらっていいですか。ちょっと待ってだけつけて。あ、社長ね売らない。欲しがりだ。社長の今のあんな。いやこいつだっていや、いやこいつ声聞こえたの。俺行きたい、走りたいって走れるって。なんか泣きそうになったよ俺。こいつ。まあ俺が欲しいな。あ、出た。俺が欲しいんだったら、欲しい欲しい病。人に。だからあんな説得してたんですね。何台持ってるの？これで6台目。いや、いらないでしょ。自分が欲しだって。様子おかしいなと思ったんですよ。おかしいな思ったやろ。これ何？これ目玉に。ちょっと何やこれ。川崎のエリミネーター255を改造した。鉄風に。エリミネーターのニーハオを鉄仕様にしてるの。めちゃめちゃ可愛いやん、これ。浮かれてますよ、この人。ちょっとあんま。あんまこんな向こうの褒め言葉ね。いや、褒め言葉、最高のね。こういうバイクじゃないからね、エリミネーターって。さ、こんなエンブレム社長ないんじゃない？どうしたの、このエンブレム。これはね、ユーカリでさ。
こんなのあるんだ。メルカリ、社長メルカリすんの？なかなか売ってないんだけど。好きなんですか、やっぱり。これね、雑誌の連載で作ってるの。5台作ってる。雑誌の連載してるんですか？そうなんです。ミスターバイク BG の中で白黒2ページで、ちょっとお手伝いしてて。そこ連載してるんですか？すごい人よ。スターバイク BG ってね、旧車の雑誌のね、バイブルだもんね。最初会った時は本当にこれって、クマが乗ってる人かな。どういうことですか？やばいドッキリだ。何これ、マジで。ぶら下がってるよ。何兆あんた、500兆。うわ、何ここ、マジでやばい。これは縦穴入るやつや。ガサ入れで刑事が15人来たけど。来たんすか？問題なかったから。おもろ。マジでクマ映してやん、これ。こういう人ですか、お邪魔して。うわ、何ここ、マジでやばいな。ガンプラ、いや、止まってんな、ここ昭和で。